回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサなのぜ。出撃する機体を選んでください。今回のマップはジャグローなのぜ。出撃する地点を選んでください。あれ、今できみたけどいつもと全然違うんじゃないの。今回用意した機体はスカガンコとライトアーマー、スナカスとガンタンク、それに量産型ガンタンクなのぜ。わあ、タンクばっかりだよ。あたしタンクはあまり使ったことがないんだよ。今回のチャレンジは砲撃でスコア60だから、霊夢頑張ってほしいのぜ。了解、とにかくタンク中心に頑張ってみるよ。大根おろしネタ以来だね。大雪山おろしだぜ。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。大いなる戦いの第一歩。もしかしてジャグローって撃つするの初めて？いや、過去に番外編で撃したことがあるので。ってことは、サナエが実況してたんだね。まあね、それにジオン編だったのぜ。じゃあ、連邦編では初めてなんだ。裏を返せば、いい描かれなかったってことなのぜ。それって、あたしのせいってこと？指揮官から指示が届きました。さらに、裏を返せばね。裏の裏は、表だから。正面切って、あたしのせいって言ってるんじゃない。苦手なマップは、誰にでもあるものだぜ。確かに、ジャグローは苦手だけどね。苦手なマップで、乗り慣れないタンクは不安だな。おう、ラッキー。ラッキーついでに、もう一度。開幕2連続とは、いいんじゃない？もう、苦手は克服したよ。それは、さすがに行き過ぎなのぜ。でも、3連続だよ。完全に、モグレなのぜ。正解。でも、ジャグローとタンクは、相性がいいと思うから。苦手、克服していこうぜ。了解、一応頑張ってはみるよ。霊夢、敵の正面に、回り込んでるのぜ。逃げたつもりでいたよ。敵よねー。動きに優雅さがありませんね。言うのが、遅くなったけど。今回、一緒に招待組んでるのは、プレコを撃ってる方と、舞台の方たちなのぜ。そうなんだ。皆さん、よろしくお願いします。まあ、ほとんど映らないと思うけど、ご了承くださいなので。少しでも多く、映るといいね。さて、タンクで出てみたけど、どうしようかな。もう少し、近づいた方が良さそうだね。この辺でどうかな。当たってはいるみたいなので、拠点さんを取れるように頑張ってみるよ。今の時点で兵力ゲージ勝ってるから、拠点さんを制圧できれば勝ちが見えてくると思うので。了解、了解。それにしても敵の攻撃も激しいね。一箇所にずっと捨てられないよ。それでいいのぜ、霊夢。敵は、常に動いてるんだから。こっちも動いて、よりに入れない位置から、攻撃しないとね。そうか、あまり長い時間。同じところにいても、ダメなんだね。そういうことなのぜ。敵の攻撃手は、霊夢よりも慣れてるんだから。レーダーに映ってなくても、やったね、私にも撃破できたよ。この調子で、どんどん撃破していこうぜ。了解、了解。でも、その前に、修理させてください。
なんか、リペアポットは、タンクやキャノンの、溜まり場だね。すぐに、弾補給できるし。対空砲があれば、安全に攻撃できるからね。そうだ、言い忘れてたよ。大根おろし。うわぁ、やっぱり大根おろしって、すごいんじゃない？だから、それを言うなら、大鉄板おろしだって。そもそも、半分以上の、視聴者の皆様は、大鉄板おろしの意味も、わかってないと思うので。気になる方は、ゆっくり5段階ゼロさんを、見てほしいので。マリサ、また5段階あるんでしょ？そうなので、ちょっと久しぶりだね。今度のタイトル攻撃は、なんだろうね。そんなことより、まだ企画書が届いてないので。内容も、まだ決まってないのかな？お邪魔かしらー。大いなる戦いの第一歩、諸君らの勇気ある攻撃にかかってる。どうしたの？どうしたの？サナエ。実況中に顔出すなんて、珍しいので。お二方に、座談会の企画書を、お渡しするのを忘れていましたので。おお、ちょうど今、その話をしてたところなので。そうでしたか。それは、タイミングが良かったですね。それで、どんな企画なの？早く教えてよ。あらあら、レイムは、せっかちですね。前回の企画は、私の人生をかけた企画ですよ。意味はわからずとも、必ず実行してほしいのです。こちらが企画書になります。なんなのぜ、この企画書は。なんて書いてあるの？マリサ。読み上げるのぜ。まんまと。座談会前日の夜は、うつぎにて、おへそを出して、お布団をかけずに寝るべし。かっこ、良い子は、絶対に真似しないでね。かっことし。で、なんだこりゃ？ですから、意味はわからずとも、必ず実行してほしいのです。この企画書を、実行していただければ、今度の座談会は、必ず成功するでしょう。おった方とも、頼みましたよ、報告ポッポ。それでは、お邪魔しました。なんだ、今日のサナエはどうしたのぜ？なんか、忙しそうだったね。というより、逃げてったようにも見えたのぜ。かっこ、これで5段階当日、レイムもマリサも、壁を引いて欠席するでしょう。かっことし。かっこ、マリサと二人きりの5段階。かっことし、大ホッホッホ。この企画書通りにしたら、壁引きそうだぜ。でも、サナエ、とっても真剣だったから。私は、各所通りにやってみるよ。まあ、俺もやってみるけどね。最近のサナエは、なんか変なのぜ。で、霊夢は、何うろうろしてるのぜ？修理お願いします。タンクでゲッハ取るの、なかなか大変だよ。ゲッハ取れるまで、頑張ってみようぜ。了解。修理完了、行ってきます。絶対敵に仕掛けろ。敵を私に近づけるな。しかし、攻撃陣は地味なので、動画的にはどうなんだろう。全然問題ないよ。私が映ってれば、OK なんだからね。それって、霊夢が映りたいだけなんじゃないのか。バレたか。自分エース機が撃破されました。少しずつ、攻撃の仕方が分かってきたよ。対空砲のあるところは、狙えないんだね。リペアポットのあるところに、攻撃してみて。全く当たらなければ、そこには、対空砲が置かれてるってことなんだね。逆に、敵の見えていないところを、攻撃してみて。当たった場合は、当然そこに、敵がいるってことになるんだね。それと、この油断は、遠くの敵を狙うときは、情報するね。まあ、適当に撃ってるだけだけど。言うようになってきたので、霊夢。そろそろ、ゲッハが取れてもいいんじゃないのか。
そうそう、その撃破が取れないんだよね。もう少し、敵の動きを予想して、攻撃してみるよ。わーわー、敵に予想されまくりだよね、霊夢。落ち着いたかなぁ。おー、今のは、どっちの撃破？多分、油断だと思うけど、ここは、迫撃と思っとこうぜ。その方が、次が当たる気がするので。了解、了解。これは、さすがに油断だよね。積極的に仕掛けろ。迫撃。こういうのは、範明軍が大事だと思うので。そうなの？じゃあ、何でやってみるよ。でも、その前に、修理と補給したいな。リペアポット、リペアポット。わあ、壊されたよ。弾切れるまで、続けるしかないので。了解、そうするよ。さっきの位置が、いいみたいだよね。弾切れだよ。新しいリペアポットが置かれたみたいだぜ。修理と補給、お願いします。もうだか、我慢してたトイレに間に合った気分だよ。当然が下品すぎるので。ごめんなさい。わあ、もう半分以下のアーマーになっとったよ。今度は、迫撃で撃破だよね。もちろんだぜ、このノリで行くのぜ。了解、了解。でも、修理しないとやばいよな。霊夢、リペアポットはないけど。拠点のそばに行けば、トレーナーさんがいると思うのぜ。そうだね、修理に戻ります。まんまと。策にはまりおったな。どなたか、修理お願いします。弾切れた。修理要請、これよ。トレーナーさんいたよ。修理感謝です。助かりました。では、行ってきます。さっきの位置に向かうんだね。ここだと、拠点にも、拠点さんも狙えるからね。それに、少し前に出れば、油断で拠点にも狙えそうだよ。おお、油断の敵と撃ちも、結構いけるね。当たらなかったよ。修理感謝です。助かりました。拠点のところに敵がいるのぜ。もう一度狙ってみるよ。わあ、撃たれたよ。拠点にを狙って。当たらなかったね。多分、対空砲を置かれたのぜ。くそー、直接狙ってみようかな。
ナイスですか。油断様様なので。修理感謝です。霊夢、これはやばいので、せめて一気だけでも。やったわ。私、まあ、よく頑張ったので、自信がありますの。もう一タンクあったよね。量産型があるので、こうなったらタンクにこだわってやる。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を選んでください。ちょっと動きが遅いな。量産型だからね。大性能がだいぶ違うので、この赤円も小さいような気がするよ。火力はあるから使いにくいほどではないと思うので。ただし野田機体の武器も強化が強いなので、そうそう、榴弾でなくキャノン砲にしてるので気をつけてね。キャノン砲？バフェーカみたいなやつ？そうなので、核タンクを想定して作ったからね。了解したよ。予選さんの制圧できてるから、今度は防衛に回ります。ありがとう。でもやってることは変わらないな。まあ攻撃は地味だけど、乗りこなすにはそれなりの敵も必要で、奥の深い機体なので、私に乗りこなせるかな。ハマれば面白い機体だと思うよ。そういえばこのままだと胸カフを使う機会がなさそうだね。未来待ったかったな。霊夢、そろそろ死ぬぜ。地雷を撒くだけなのはやめようぜ。これはありがたい。でも楽しいでしょ、地雷。砂かすには R4-2 にゴムライフルを持たせたから、スナイパーライフルよりは使いやすいと思うので。やったー、一発で2連撃だよ。タンクも楽しくなってきたー。これからはタンクも砂も今まで以上に使ってほしいので、師匠曰く砂の立ち回りを覚えると戦い方がガラッと変わるそうだよ。そうなの？砂かー、苦手なんだよねー。タンクも砂も使えるようになって、もっと強くなろうぜ。わかったよ、次回は砂かすも使ってみるね。なんだかんだでタンクで撃破してるしね。苦手なジャブローなのに楽しいよ。量産型もいいけど、ガンタンク欲しくなっちゃったなー。今回のガンタンクはレンタルだからね。でもこういうのを芋タンクっていうの？俺には芋タンクの意味はよくわからないけど、芋タンクも芋砂も紙一重で芋じゃなくなると思うので。紙一重？そう、紙一重なので。よくわからないなぁ。要するに貢献度と立ち回り方で変わるんじゃないかなぁ。わからないよ。呼吸器を破壊しました。とにかくタンクや砂でも撃破を取れるように頑張るね。そのためにもまずは弾をください。弾切れかよ。リペアポットありませんか？後ろに置いてくれたので感謝です。弾をください。ふぅ、これで最後の撃破を取っちゃうよ。急ぐのでレイム。了解、了解。修理頼まーす。もう一発。予選のそばにも敵が来てるので。了解、周りを確認しながら応戦するよ。作戦時間は残り1分を切りました。最後に突っ込んでくる敵とかいるからね。
エース持ってるね。あと30秒、持ちそうもないよ。エースを削って、少しでも。わあ。やっぱり、持たなかったよ。3位キープは、厳しいね。この回復で1時間が、のどかしいよ。あと10秒じゃ、何もできないかな。急ぎだけ飛ぶので。終わっちゃったよ。諸君らの勇気ある行動に勝ててよかったので。やりました、我が軍の勝利です。戦闘における戦績を報告します。慣れないタンクでよく頑張ったのぜ。個人の評価を報告します、タンクも楽しかったよ。お前がこれだけやってくれると俺も安心して戦う。おかげで攻撃チャレンジはクリアしたので、それでは皆さんこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回は舞台録画イベントを行います。そうなの、本部からの報酬が支給されまして、みんな、お弁当持ってきてね。開封するコンテナを選んでください。